女優の有村架純さんが出演している最新映画のラブシーンが一部のファンから注目されています。有村架純さんは映画前科者で清純派のイメージを覆すラブシーンに挑戦しています。そのラブシーンの様子を一流週刊誌の朝日芸能が離乳劇もみシーンとして紹介しています。朝日芸能によると荒々しい吐息が漏れてマシュマロのように柔らかいおっぱいが激しく揉まれるシーンが上映されているといいます。そんなシーンも注目されている映画前科者は1月28日から公開されています。